こんにちは、紹介状です。はい、今回はこちらをご紹介したいと思います。えっ、ー、と、仮面ライダージオ o の、えー、ボーイズトイ事業部のアクションフィギュアなんですけれども、今年は何やら雰囲気違いますね。はい、ということで、あの、見てお分かりの通り、パッケージがまずすごく小さい。そして、名前。 えー、ライダーキックスフィギュア RKF というシリーズなんですけれども、昨年、1年前のね、仮面ライダービルドのボーイズトイのフィギュアがこんな感じ。ね、箱随分大きい。まあ、その前もエグゼイドとかもね、えー、っと、その前も、まあ結構大きめの、えー、箱。 そして、えー、フィギュアのサイズだったんですけれども、ここに切ってだいぶサイズが落ちました。値段もですね、えっ、ー、と、ライダーの方が、えー、税別で2000円、えー、アーマーの方が税別1800円と、かなりね、一つあたり買いやすい値段設定になってます。で、えー、RKF、えっ、ー、とですね、このライダーアーマーシリーズっていうのが、まあ、ジオー、そしてジオーのアーマーですね。 えー、あ、もしくはゲイツか。えー、の方は、この、ライダーアーマーシリーズという、えー、名前で。で、それとは別に RKF として、えっ、ー、と、歴代の平成ライダーも、もう一回出し直す、新しいのが出る。なので、えっ、ー、と、ビルドとかも、このサイズで、えー、新しく出ますね。えっ、ー、と、9月8日発売だから、来週発売なのかなはい。えー、そんな感じで、どんどんと、 え、このシリーズ出てくるみたいなんですけれども、そうですね。えっと、まず、このパッケージですね。パッケージのこのサイズ感、非常にいいですね。サイズが小さくて値段が小さいとね、えっと、集めやすいですからね。うん。このサイズは、まあ、いいかなと思います。パッケージのデザインも非常にかっこいいですよね。 そして映っている、えー、フィギュアについても結構完成度が高い。そして、えっ、ー、とですね、ボーイズトイには珍しくですね、交換用手首がセット内容に含まれています。はい。これはどうですかねボーイズトイとしてはなんか部品小さいし、どうなんだろうっていう気がしますけれども、えっ、ー、と、前だとさ、2本ずつかな。 指が動いたと思うんです。うん。あの仕様も悪くはないと思うんですけどね。ボーイズトうらしい。まあ、その辺がどうなのかっていうのがね、ちょっと気になるとこではあります。そしてもう一つ、ビルドアーマーですね。こちら仮面ライダージオーが、えっ、ー、と、ビルドライドウォッチを使ってアーマータイムした姿ですね。こっちのフィギュアに、えー、被せるような形になりますので、だいぶ、あの、ごつく見えますよね。こちらもビルドと。 ね、非常にかっこいい。そして、これ、リバーシブルになっていて、ゲイツにもね、えー、装着することができるという仕様になっています。この辺、ちょっと気になりますし、面白い仕様ですよね。で、セット内容、気になるのが、シール、という風に記載があって、あ、シールを、えー、貼らなきゃいけない部分があるということなんですね。はい。どれぐらいの量なのか、足し、ちょっとなのかな うん。そこも、えー、ちょっと見たいところではあります。はい。ということで、早速、開けていきましょう。はい。では、まず、えー、仮面ライダージオ o を開けてみましょうって、<laughs> 何これいきなり段ボールが出てきたんだけど、クリアのプリスターパッケージではないんですね。ええー、<laughs> 衝撃。こんな感じで入ってるんだ。徹底的に。 コストカットしたように見えますね。はあ <laughs>。まあ、おわかるんだけど、ちょっと寂しい <laughs>。ああ、そう。こう来た。中には、こんな感じで入ってて、あ、武器と交換用手首。あ、交換用手首といっても、あの、 ね、指を刺したポーズを取るための、えー、片方の、えー、手首だけなんですね。はい。ということで、こちら、ライダーキックスフィギュア、えー、RKF の仮面ライダー GO ですね、まあ。展示品を何回も見て分かってはいますけど、やっぱり手にしてみると、小ささが非常によく分かりますね。昨年のビルドと、えー、比較してみると、 一回り、二回り、だいぶ、ね、違います。小さくなってますね。で、昨年はね、まあ、ギミックの都合上、首が回らないというね、えへへ、最初からいきなりびっくりしたもんですけれども、今年はすごいね。まず、だってこれ、見て。ここが動くんだもん。すごいとこで動きますね。上半身がこの部分で左右に触れる。 前後にも動く。ここですね。このボーイズトインとしてはすごく珍しい。で、もちろんというか、今年はね、えー、このように頭部、こんな感じでグリグリ動かすことができるようになっています。全身16箇所可動と書いてありますね。ですので、まあ腕もね、ね、えー、このように肘とか、手首は交換できるようになってますので、もちろん、 ええとですね、このようにグリグリ回すこともできますし、二の腕の縦軸ロールとかね、ちょっと遊んだ限りでは、えー、特に文句がないね、稼働ですね、足。下半身もね、なかなかよく動きますよね。足首も、はい、こんな感じです。なるほどこれはよくできてますね。そしてデザインの方も、 はい。見てください。まず、頭部。アンテナの長身短身の鋭さとか、ライダーの文字。あとは、このマスクの周りのベゼル部分ですね。このメモリの細かさとか、あとは、えー、左側面、リューズの形もしっかりとデザインされてますね。はい。顔は、すごくいいです。かっこいいですね。胸部や肩アーマー。ね。こちらもしっかりと、塗装、えー、施されています。 えー、腰の軸ドライバーは、えー、このような単色ですね。ジオライドウォッチが、えー、片側に、えー、装着されたデザインになっています。ライドウォッチがね、片側2個ずつ、えー、ホルダーに装着されているような、えー、デザインですね。肘とか、膝には、リューズの、えー、ようなデザイン。ただし、えー、このフィギュア、背面が、えー、もう真っ黒。 えー、かなり割り切った仕様になっています。まあその分、えー、他の部分のクオリティが上がったり、まあコストカットにつながって、えっ、ー、と、2000円というね、値段を実現していると思いますので、まあそこについては、あの、いいかなと思います。 ということで、えー、各稼働を活かすと、このパッケージに映ってるようなかっこいい、えー、キックとかを、えー、再現できるんですけれども、ポージング、稼働については、さすがライダーキックスフィギュアというだけのことはあるんですが、個人的には足の裏、ここがなんかモールドが入っていたりと、もうちょっとこだわってくれたらよかったかなっていうね。足裏結構ね、ライダーって重要ですからね。 まあ難しいとは思うんですけれども、まあ、この辺がしっかりデザインされていると、なお良かったかなっていうふうに個人的には思いました。では、オウの付属品の方を見ていきましょう。時間切れ度、えー、2モード変形ですけれども、えー、入っているのはこちらの、えー、長い剣の、えー、モードのみになります。反対側はこのように肉抜きがありますね。軟質素材の、まあいつもの。 武器といった感じでです。す無塗装ですね。手は左右とも、えー、このような形になってますので、まあ、間に挟むという形になります指は動きませんけれどもこの隙間にね、えー、入れてあげて、まあえー、ちゃんと固定することが可能です装備するとなかなかかっこよく決まりますね手首も回りますので、えー、武器の角度調整も簡単にできます やっぱりこの上半身をひねることができるっていうのはすごい大事ですね。ではもう一つの付属品、交換用の手首ですね。はい。このように、ジオーの決めポーズを、えー、再現するための、左腕、左手、左手用の交換用、手首パーツです。交換にはね、少し力を入れて、えー、引っ張ってあげると、えー、外れるようになっていますが、まあつけてしまえば、意外と、しっかりと、 えー、固定されてますので、ポロリすることはないですね。こっちのね、えー、っと、ホルダーの方が意外と取れやすかったりします。はい、ということで、パッケージに映っている決めポーズ。あー、なるほどね。この姿を見ちゃうと、交換用手首ありですね。例年の2本ずつの指稼働では、このポーズ再現できませんもんね。 では、ジオを一通り遊びましたので、次は、ビルドアーマーを開けたいと思います。あ、やっぱりこっちも厚紙ですね。あ、これがシールですね。アーマーに貼る、まあ2枚ぐらいかな。まあ予想していたくらいの、はい、量ですね。はい。ジオゲイツのそれぞれのマスクと、ドリルと、あとバックルですね。足、 と、腕。あとは、取り扱い説明書ですね。説明書結構ぎっしり、両面に、えー、記載されていて、えー、っと、まずは、アーマーを完成させてから、こちら側で、ジオ・ゲイツの装着方法という風に、えー、細かく書いてあります。これ全部ハサミで切っていかなきゃいけないっていうのが、ちょっとね、最初めんどくさいですね。これが、ビルドアーマーの、えー、っと、胸、そして肩のアーマーですね。 で、これ、リバーシブルっていうことで、えー、こっち側がビルド。で、裏側。こちら側がゲイツになっています。で、こっちがね、装着するように、こんな感じで開くようになっていて、こうやって被せて締めるっていう感じかな。ジオウの時は、えっ、ー、と、この赤と青のボトルの、えー、塗装されてる方が表に来るように。だから、えっ、ー、と、ゲイツにする時は、このカターマーを、こう、差し替えなきゃいけない。 すごいめんどくさい仕様になっています。で、えー、付属のシール。3枚だね。えっ、ー、とね、こっちがほら、後ろのゲイツは、こう、二分割になっているので、えー、こっちとこっちに貼らなきゃいけないから、ここで分かれてます。はい、シールを貼ると、こんな感じですね。では、ビルドアーマーを組み立ててみます。肩アーマーのここと、腕のここ。形を合わせて、内側から外側に向かって、 でこう差し込んでいくとはい、このようにね、肩アーマーに腕アーマーを、えー、くっつけることができます。シルバーの塗装が施されている方が、えー、需要になりますので、これが正面に来るようにくっつけます。で、反対側の腕も同じようにしてくっつけます。なんかちょっとエグゼドのハンターゲーマーみたいな、えー、雰囲気がありますね。足もここと、ここ。 の形を合わせて、これもシルバーの塗装がある方が前ですね。はい。このように、えー、足の甘をくっつけます。で、反対側の足もくっつけて、はい。これで手足がくっついた。えー、マスクは、えー、と、カタカナで書いてある方が自用用です。えー、これも、ここの形に合わせて、はい。 こうやって前から差し込むと、はいこれで、えっ、ー、と、ビルドアーマーの完成ですね。はい。こんな感じ。中には字を入ってませんので、はい、このようにスッカスカの状態です。接続部、そんなに深く刺さってるわけではないんですけど、思っていたよりも頑丈というか、意外と、意外としっかりしてる。 あちなみにゲイツ本体がないからまだゲイツに着せることはできないんですけれどもゲイツ用のアーマーを作るときはこのようにえっと肩をこう左右入れ替えてこう裏面がね真っ黒になるようにしてえこちら側にえーっとゲイツの頭部のマスクをつけてあげればはいゲイツ用のえビルドアーマーが完成します じゃあね、えー、こっちの最初にご紹介した、ジオウに、えー、被せていきたいと思いますので、一旦、えー、腕と足をバラします。肩は、ジオウ用に元に戻しましょう。まずは、ジオウの、えー、ベルト、バックルを取り外して、あ、ここも一緒なんだ。はい、これがと取れますね。あとは、腕についている、ホルダー。これも取り外しておきます。 そしたら、ボディアーマーをこのように展開して、オ央に装着。展開したアーマーを閉じて、前後のアーマーのジョイントをくっつけて固定します。取り外したホルダーに開いた穴に、この腕のパーツを、このように差し込みます。反対側も同じように、 横から差し込む。レッグアーマーは足の側面2箇所に穴が開いてますので、えー、この2箇所の突起をそれぞれ差し込んで固定します。腰にはビルドアーマーに付属していたライドウォッチが2つセットされた、えー、バックルを上からくっつけます。ジオーの顔にビルドアーマーのマスクを前からかぶせて、 ドリルを持たせれば、仮面ライダージオービルドアーマーの完成です。うわめ、めちゃくちゃごつい。けどかっこいいね。本当に兜のマスクドフォームみたいな、そんなね、えー、ごつさを感じますね。顔のビルドの文字とか、やっぱり塗装とかも綺麗でデザインもしっかりしてますね。 カターマーには、えっ、ー、と、ラビットとタンクの赤と青の、えー、フルボトルがデザインされていて、しっかりとね、塗装されています。で、気になるのは、やっぱり可動ですよね。こんなに被せちゃって、可動の方はどうなのよ、という感じなんですけれども、こう、触ってみると、やっぱりね、首はね、横に回らなくなっちゃってるんだよね。うーん、まあ、ちょっと、 動くかな動かな,い動かないかなみたいな感じ。ただ、ちょっと上に持ち上げて逃がしてあげると、少しね、気持ち回ります。あ、回るあ結構回るじゃん。うん。なんで、えちょっと上,上向きにはなってしまいますけど、まあ、左右に、まあ、触れるかなという感じですね。肩アー,マーはこのように上に逃がすことができますので、 意外と可動の邪魔にはならないかなと。は。で、肘も、えー、このように装着しても、ちゃんと90度、うーまでいかないか、えー、弱ぐらいまでは、えー、このように動かすことができます。さすがにね、上半身の可動は、えー、できなくなっています。で、足は、はい、このように、まあ、一応動くかなと。 膝もこれぐらいなら曲げることができるようにはなってます。足首は前後のこの可動のみですね。ということで、全身を被せているにしては割と動く方かなと。うん。思ったよりも動くかなという感じですね。あと、この右腕に装備したドリル。これがね、360度。えー、黄色でしっかりと塗装されているのはポイント高いですね。 ちなみに、オウにゲイツ側のビルドアーマーを装着するとこんな感じになります。はい。顔のデザインが、ね、ジオウの時よりかっこいいですね。好みだな。あと、アーマーを装着しても元々の手首は隠れませんので、反対側の手に時間ギレードを装備するっていうような遊び方もできます。 ということで、今回はライダーキックスフィギュア、ライダーアーマーシリーズの仮面ライダージオーとビルドアーマーをご紹介いたしました。遊んでみた感想としては、えっ、ー、と、ジオージオーはね、素晴らしいですね。2000円っていう低価格もいいですし、まあ、このコンパクトさも、あの、個人的には好きです。交換用の手首も良かったし、あと、上半身のね、この、えー、ひねりとかも、 え、できるようになっているのは本当にありがたいというか嬉しいですね。で、こちらのビルドアーマー。ビルドアーマーの方は、見た目はね、本当にかっこいいんですけれども、あの、やっぱり触ってるとポロリが多いですね。この腕とか足のパーツとか。まあ、本当に飾っておくにはいいんですけれども、あの、やっぱり、あの、ハンターゲーマーみたいなあんな感じをちょっと思っていただければ分かりやすいと思うんですけれども、 まあ、装着した後にあんまり動かしたくないなっていう、えー、率直な感想ですね。見た目はすぐね、好きなんですけどね。ゲイツに装着できるリバーシブル仕様っていうのもいいんですけどね。まあ、まだね、ゲイツが手元にないので、まあゲイツに装着してみて、えー、どうかなっていう感じですかね。ということで、えー、新しいライダーフィギュア、えー、ライダーキックスフィギュア、えー、いかがだったでしょうか ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございます。えー、この動画の評価、コメント、えー、そしてチャンネル登録、えー、ぜひよろしくお願いいたします。以上、紹介者でした。バイバイ。